그게 극적으로 봐서도 되게 둘의 관계가 이렇게 확 변화가 되는 계기이기도 하고 촬영하면서 되게 힘들게 찍었거든요. 너무너무 추운 날에 계속 비를 맞으면서 하다가 급체를 하는 거예요. 그래서 막 음향 감독님이 이렇게 손도 따주시고 그러면서 찍었거든요. 그래서 어렵게 찍은 만큼 또 중요한 신이기도 하고 그래서 여러 가지 의미가 겹치는 것 같아요. 정 서민 상, 감사합니다. ここでいたずらなキッス名シーンランキング。今回会場にいたファンの方々に最も好きなシーンをアンケート、その中のトップ3をご紹介します。まず第3位、公園でハニーが寝てて、寝てる間にチューするところがたまりません。続いて第2位、結婚式。두번째키스빗속에서가아니라펜션에서였지자고있는데치사하게그랬으면서내숨은そして最も多かった第1位は、雨の中のキスシーン。これ、まだ。なん、너면좋아해。그치만、그럼、뭐해。넌날거들떠도안보는데나같은거넌안중에넌남자좋단말하지마さあ、いよいよイベントが始まります。2人を見ようとたくさんのファンの方々が集まりました。本庄さん、これから本番ですがどういう気持ちですか？전화상 키스 첫 팬미팅이자 이제 방송 기념으로 이렇게 팬미팅을 가게 됐는데 너무 설레이고 전화상 키스 많은 분들이 봐주시고 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다. 불과 작년인데 많이 즐겁고 1년만에 또 제가 어른이 되었다는 걸 또 느끼는 생각이 드네요.改めてご紹介いたしましょう。テクスチュー
そしておはぎ役張曽美さんです。こんにちは、イタジャーマーキースの百信女役の金明寺です。こんにちは、私はジャニスミです。今緊張しますよね。可愛い声が聞こえてきましたけど、ね、お客さんが本当にもう近いですからね、ドキドキしますよね。でも今日は会場の皆さんと、そしてキムヒョンジュンさん、チョンソミンさん、みんなで楽しいファンミーティングにしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあではね、ドラマのお話に移らせていきますね、いただきたいと思いますが、個性的なキャラクターを演じていますお二人、もうペクスンジョといえばもう憎いぐらいかっこよかったですよね。ね、IQ200、 そしてスポーツ万能、料理もできるしルックス抜群、モテモテだけどちょっと冷たくて他人に興味がない高校生、こんな天才な青年を演じられてどんな気持ちで演じてましたか？백승조라는역할은이제운동신경은저랑비슷하지만이제 IQ 나든가요리하는거라든가전혀다른캐릭터를연기하는것같았어요저김현준과는다른그래서좀낯설고제가못했던공부를연기를하면서많은지식을얻지않았나싶어요네백승조할때는또대사도잘내어지고제가진짜로천재가된것같은느낌도든적도있었어요근데요즘에는좀많이좀내가그래서김현중으로많이돌아왔구나를느껴요そうですね、今回백승조というキャラクターを演じましたけれども、運動神経がいいという部分は私自身キム・ヒョンジュンに似ているところなんですけれども、IQ が200だとか料理がうまいというところは、僕自身とは全く違うそんなキャラクターということになりました、ですから最初そのキャラクターは自分にとってはちょっと親しみのないものではあったんですけれども、どんどんその백승조という役を演じるにあたって、今まで、よくあんまりできてこなかった、その勉強もどん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 知識を得ることができましたし、セリフも不思議との覚えが良くなったように思います。ですからビクスンジョを演じている間に自分もああやっぱり天才だなんて思える、そんな気分になったこともありました。ただ撮影も終わってしばし時間の経った今はまたキムヒョンジュンに戻りつつあるなって感じてます。今回の素顔のままではここまで。次回はいたずらなキッスプレミアムトーク&ライブの本番をたっぷりとご紹介します。その翌日に東京で行われた記者会見、そしてキムヒョンジュン単独インタビューもお届けします。次回もお楽しみに。お疲れ様でした。また。